ヤヌシュシロームヤヌシュシロームは、ポーランドのジャズボーカリスト、作曲家。1977年から、ニュサ音楽学校でピアノを専攻する。1981年に、カシャーニューブ音楽学校でピアノを続けると同時に、トランペットも学び始める。1989年、クラックフの高等音楽院をトランペット専攻で卒業する。その後、 オルガンの演奏を学ぶために、ヨハネ・パウロ二世大学に入学する。また、音楽理論を研究するため、1990年にクラックフの音楽大学に編入学する。1992年、カトビセノ・カロル・シマノフスキ音楽大学のジャズポピュラー音楽科で学ぶ。1995年に、ジャズのボーカリストとして修士号を授与される。2012年1月に、 ワルシャワのショパン音楽アカデミーから博士号を授与される。スロームのジャズボーカリストとしてのデビューは1994年、ザマスクでジャズボーカリストの国際コンクールで第2位に入賞したことから始まった。翌1995年に彼はフォール・ポメラニア・ジャズでキャリアドアへのキー賞の初の受賞者になった。この賞は若いアーティストにとって最も重要な栄誉の一つである。 それ以来、彼は、多数の音楽イベントに出場した。2008年の50回目の、ジュビリー・ジャズ・ジャンボリーフェスティバル期間中、ミシェル・ルグランのコンサートに、名曲、ホワット・アレ・ユ・ドゥ・イング・ザ・レスト・オブ・ユ・ア・ライフ、での出演を依頼された。そして、2009年から連続3年間、ジャズ・フォーラム氏の読者投票によって、ポーランドのその年のジャズ・ボーカリストに選ばれた。多彩な舞台の他に、 スロームは作曲家、アレンジャー、教育者としても活動している。彼は、ショパン音楽アカデミー、アレクサンダー・ゼラーウックスの劇場アカデミー、そして、ポズナンの音楽大学で声楽を教えている。また、長年にわたって、プルイとチャットジズのワークショップの指導教官とインストラクターを務めている。その他、ラベフでポーランドとウクライナの音楽ワークショップの芸術ディレクターを務めている。 自ら様々なテレビ番組やラジオ番組の出演に加えて、スターアカデミーやジャック・アナス・ピー・ワジャのようなテレビ番組の出演、指導者も務めた。ありがとうございます。